京都育ち、今も京都に住んでます。組着物リクレーターの久美子と申します。どうもよろしくお願いいたします。本日の動画はですね、そうなんです。ちょっとね、まあ先日こちらの方でまた配信させていただいた、そうです、私のね、自分のまあちょっと帯揚げのコレクションをご紹介してさせてもらいますという動画がね、まあまあそこそこの数、そうなんです、再生していただいてありがとうございますということなんで、ちょっとね今回は私のね、そう帯締めです、そう帯締めをねちょっと、全部広げてみました。でも私の中でね、正直帯締めこうやって出すまではまあそんなに数ないんかなと思ってたら、いや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 、まあまあな数持ってました。ちょっとねそちらの方また今からご紹介させてもらおうと思います。それではスタート。はい、ということで、こちらがね、そう私の持ってる帯締めのまあちょっと夏物一重除いた、はい、合わせ一重用でございます。っていう感じでちょっと広げてみたんですけど、まあね、私もこうやって自分で、そうなんですよ、こんなで広げてね、そう帯締めとか何持ってるっていうのを広げたのちょっと初めて見たんですけど、なんかいろいろあります。でまあこの辺はそうです、一応ね、まあ春先からちょっとね、まあ涼しげな感じで、奥の方に行くと、どっちかというと冬であったりとか、そうですよ、寒い時期に締めるっていう風な感じの帯締めですね。で私なんかはね、結構またいろいろ説明させてもらいますけども、こういうね丸ごけはね結構好きでよう締めてました。であとはね、そうこちらでございます、そうこの三分紐、これはね結構そう、まあ、似た色もあったりとかするんですけど、でもね結構この葉よう使ってます。であとはちょっとこれほんまにちょっと一部なんですが、そう帯留めでございます。まあね、ちょっとこれもね、まだ全部ご紹介するのは難しいんですが、ちょっと今回はね、またあの帯揚げ、そう、この帯締めとのコーディネートみたいなのも、今からね、ちょっとご紹介させていただこうと思います。はい、でですね、ちょっとまあこの横に私、今その帯締めね、自分で、ちょっと広げたものが置いてあるんですけども、まあね、ちょっと今回、まあ季節的なことも考えて、まあこの春先、まあその4、5、6であったりとか、その辺の時期によく使うものだけね、ちょっとピックアップしていきます。で、まあその中でも、ちょっとね、こうフォーマル的によく使ってる帯締めが、はい、こちらですね。そう、この2本です。まあ、いわゆるその平組の、そうですよね、この帯締めです。まあ、この辺も全部エリヒデさんのものなんですが、まあ、どちらかと言いますと、色味もね、すごく淡いトーンでまとめてあるやつなので、これはね、色違いなんですけど、結構ね、どっちも使ってます。で、そうです、どっちもそうなんですけど、こういうね、そうです、また裏を返せばちょっとこういう色違いみたいな感じで、折ってあったりとかもするので、この辺の色なんかもね結構フォーマル的に合わせるのはすごくねお使いいただきやすい色目かなと思います。そうでですね、今ね、そうちょっとその春先とかに使うっていう風なのでお話しさせてもらった中でも、結構ねダントツに私ねよう使ってるのが、そうこの帯締めなんですよ。そうこちら、はい、一応これもまあ平組の、そうです帯締めなんですけども、でねちょっとこう厚みのある感じの帯締めではあるんですね。でまあ一番やっぱね何が使いやすいかってこの色目なんですよね。これがそのグレー、薄いグレーから一応ちょっとこういう藤色のちょっとこういうグラデーションのついたものなんですけども、こういう色っていうのがねもうほんまに差し色で使うのもすごく綺麗ですし、全然こう癖のある色じゃないんですよね。で平組なんですけど、このね、そうです、この糸自体は金糸とかも入ってないから、結構ねちょっとカジュアルな着物とかに合わせてても少しちょっと印象がつくっていう風な感じにはなるので、これはね結構そのカジュアルでもちょっとしたセミフォーマルでもよう使いますよっていうことで、これはね結構比較的ヘビロテしてるような、そう帯締めでございます。はい、であとですね、これはね結構私、まあ、一応一重夏っぽいものなんですが、いやでもね結構それこそオールシーズン使ってもいいんじゃないっていうところでの帯締めが、はいこちらでございます。これねよう見ると分かるんですけど、ちょっとね、まあ
少しこう透け感があるというか、なんやろ、透けてそうで透けてない、でも別に夏してても、まあ、それこそ別に合わせでもどっちでもいいんじゃないっていう風な感じの帯締めなんですね。で、私が気に入ってるのがこのね、やっぱ色合わせ、私こうね茶系とブルーの合わせとかで、このね柄がちょっと市松っぽいっていうのがねめちゃめちゃ好きなんですよ。だからね、これもまあシンプルな、どっちかっていうとその着物と帯を同型に合わせた時にちょっと差し色みたいな形で使うっていうところでは、これはね結構よう使ってます。まあ、これもエリーゼさんのもので、確か去年か一昨年ぐらいに揃えたものだと思うんですけど、比較的にこれはやっぱり結構オールシーズンみたいな感じでよく使ってる帯締めでございます。はい、で続きましては、はい、こちらですね、そういわゆる三分紐でございます。まあ、三分紐はね、私自身がやっぱりね自分のところでその手書きのね帯留めを書いてる、そういうのを創作しているっていうこともあるので、結構ねよう使ってます。で、特にこれなんかはそう一応ねリバーシブルでございまして、ブルーと薄いピンクみたいな感じでね、でこれはちょっと三分というか、まあ四分五分ぐらい、ちょっとね、太めの帯留めじゃない三分紐なんですよね。この辺はねだからよう使ってます。まあ、この辺の帯留めって、帯留めじゃない三分紐の色目はもうそれこそね季節的にやっぱりそのね涼しい時期とかやったらこういう帯締めとかでも三分紐とかでも薄い色合わせてますし、ただこういうねそうちょっとターコイズ系みたいな色はこれはね結構年中通して差し色みたいな感じでよく使ってる色目、結構ね使いやすい色じゃないかなと思います。はい、であとはねそう帯留めでございます。でも私よう気に入ってるのはそうこちらでございますね。これ一応ねそうもともとね多分ブローチやったみたいなんですけど、これもねそうエリヒデさんで揃えた一応帯留めでございます。ただこれはねそう陶器なんでちょっとねほんまに気ぃつけんとすぐパリンって割っちゃうんですけど、まあこれもちょっとほんまにカジュアルな着物に結構ねドヤ感じゃないんですけどインパクトのある一応帯留めですね。あとはですねそう私ね結構オールマイティに使ってるのがこれですよ。これそういわゆるトンボ玉ですね。でこの紺っていうのがこれがねもうほんまに結構いろんな着物にすごく合わせやすいっていうところでよく使ってるそう、そう帯留めですね。あとはもう季節もねこれをちょっと限定にはなるんですけど気に入ってるのはそうこちらでございますね。もうこれもほんまにそう10月ぐらいかな、まあ、11月かかりぐらいに使えるようなほんと季節限定の帯留めっていうような感じですね。でまあ季節限定で言いますと、はい、まあ、これはちょっとうちとこの作品ですけど、まあ、こういうねそうクリスマスっていう風な感じの帯留め、まあねやっぱりこの辺はそう着物ならではの結構ねおしゃれができるアイテムっていうところで、この辺で季節を出すっていうのもねすごく楽しい感じじゃないかなと思います。ということで、まずはですね、まあ、うちの中でもどっちかというとオーソドックスな一応訪問着ですね、一応こっちの方で、ちょっと帯締め帯揚げを、まあ、コーディネートしていこうと思います。でまずはちょっとまあ皆さんもねよくお持ちだと思うんですけども、まあ、こういう薄い訪問着のお色目でどっちか同系というか薄い色の着物に合わす時で、そういう時にまあ帯締め帯揚げ私ならどういう風に合わすかっていうのをちょっと今からねご紹介させてもらいます。はい、ということで、まずはそうこの組み合わせですね。まあほんまにちょっとオーソドックス、私の中でもどっちかというとオーソドックスな感じです。まあオーソドックスですけども、ちょっとまあそのねどっちかというと今のこの着物と帯自体がどっちかというと薄い薄いっていうような感じなんで、少し色を入れた感じっていうことで、一応ねこの帯締め帯揚げを今から合わせていきます。感じでちょっと合わせてみました。どうでございますでしょうかね。まあちょっとほんまに帯締め帯揚げどっちも同系で合わせてすごくまあ上品な感じになったんじゃないかなと思います。
はい、ということで、ちょっとね帯を変えてみました。今回はねちょっとこういう織りの帯にさせていただいたんですけども、じゃあねちょっとこういう薄い色に、濃い色の帯を合わせた時のちょっと私のコーディネートのご提案は、はい、こんな感じでございます。ちょっとねそう帯揚げ自体はシックなんですけど可愛いお花のと、で私がねそう前回帯締めのご紹介の時に言ってたそうこのこれですね、結構この帯地が使いやすいので一応ねこの感じで合わせていこうと思います。ございます。どうでしょうね、さっきのね薄い色バージョンの帯とはまた全然雰囲気変わってきたと思います。で、まあ、ポイントとしてはこのね帯揚げですね、まあ、全部これがね黒一色の帯揚げだったらちょっときつくなりすぎると思うんですが、さっきね広げたとこ見てもらったら分かるようにちょっとねこう可愛らしい色が入ってるので、まあそういうとこもねちょっと出してもすごく綺麗かなと思います。あとねそう帯締め自体はこれもねもう本当にね使いやすいです。一応まあ平組なのでちょっとこういうフォーマル的なね置物に合わせてもいいんじゃないかなということで、ちょっとこれはシャレっぽさを出したような感じのコーディネートでございます。はい、ということで、本日はですね、まあ、ちょっと私の、そう帯締めのねちょっとまあコレクションしているものと、まあね、ちょっとこういう形で実際にねちょっとコーディネートをさせていただいたちょっと動画のご紹介でございました。ありがとうございます。まあ皆さんどうでございましたでしょうか。ね、一つまた私のねちょっとこれは、そうこれからもしもこういうちょっとまあ折り帯とかを例えば欲しいな、ちょっとどんなん揃えたらいいのかなって迷ってはる人の、ま、へのアドバイスなんですが、私としてはね極力こういう織りの帯とかもあまりねこう多色使いの帯をされるというよりはこのぐらいシンプルなものを選ばれた方がいろんな着物にはね合わせやすいと思います。でまあねよくその帯、そうそう呉服屋さんとかでなんかこういろんな色を使ってる糸が入ってるから、まあ、いろんな着物に合わせやすいですよっていう方もいらっしゃるんですけども、逆にですね私はこのぐらいシンプルな感じの帯の色を合わせといたらでこういう形でそう小物がねいろんな色を合わせられるっていう組み合わせがね結構楽しめるんじゃないかなっていうところで、私としてはこういうシンプルな感じの帯の色っていうのは結構おすすめでございます。でですね、まあ、ちょっと今回こういう形でその小物の、ね、合わせ方コーディネートのご紹介みたいなのをさせていただいたんですが、ほんまはねちょっとねもっといろんな着物をねちょっとそういろんなコーディネートしたいんですけども、これがですねちょっと一本の動画でやるとまあいろいろねちょっとかなりそうなんですよ、もうほんまに何やろエンドレスみたいな感じでいろんなコーディネートがありますので、ちょっとねまたこれは何回かに分けて、じゃあこういうシーンの着物でこういう帯合わせた時にはこんな小物がいいですよみたいな形でちょっとねまたいろいろ回を分けてコーディネートのご紹介っていうのはさせていただこうと思います。ということでね、本日はそう帯締めコレクションのご紹介でございました。またね今日の動画がいいねと思った方いいねボタン、ぜひともまだチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとねもしもそうコーディネートのこととかで何か質問とかあらはる方は、概要欄の方に貼っております LINE 公式アカウントの方からぜひぜひいつでもねまたコメントの方お待ちしております。ということで今日も最後までご視聴の方ありがとうございました。